なりたいチャンネルです。影の実力者になりたくて二次創作、王女を実力者に変えたくて第14話、27、偽る強者、28、王国最強1、始めます。朗読を始めます。影の実力者になりたくて、王女を実力者に変えたくて、一生27、偽る強者。武神と呼ばれるエルフの女性が復活を果たしたご先祖様相手に困惑を見せたりしている中、本戦はどんどん進行していく。勝負あり。勝者ローズ、オリアナ。第1試合はローズ、オリアナ VS 次井出マッケンジー。本戦最初の試合ということもあり、どんな試合展開が行われるかに注目が集まった試合。結果として勝利を手にしたのはオリアナ王国王女ローズ、オリアナであった。司会からもバランスの良いと評された次井出マッケンジー選手の剛拳を真正面から受けて立ち、見事打ち払ってみせたことで勝利を収める。第2試合ではガイアス、クエスト VS ボンコ、ツーマン。こちらは素手 VS 剣であるものの、愚直に切りかかってきた相手の腹に一発拳をぶち込んだことで相手が失神。そのまま試合続行不可能と判断されてガイアスに軍配が上がる。武神祭では基本的に魔剣士が出場するためか、メディア陣には素手で戦っている姿が随分と興味をそそられたらしい。いろいろと聞かれそうになったが、クラウス国王陛下が手配していたスタッフたちによって余計な追及から免れることに成功。無事に控えに戻ることができたのであった。1回戦の勝利、お疲れ様です。ガイアスさん、ありがとうございます。ローズ王女、そちらこそ見事な受け流しでした。これもアレクシアさんの指導と鞭撻のおかげです。次で選手も強い選手でしたが、アレクシアさんの指導と比べればだいぶ遅く感じましたので、ローズの弦には確かな実感がこもっている。事実、剣術大会時点での彼女であれば次で選手の攻撃を防ぐことに意識がいってしまい、そのまま体格差と旅力で敗北していた可能性があった。しかし今のローズはそこでくすぶっている状態ではない。極めた魔力制御と剣も用いた体さばきであれば、相手の力を利用することも可能である。まだローズはその領域まではたどり着いてはいないものの、剣術大会からしっかりと成長を続けていた。このまま研鑽を積んでいけばオリアナ王国最強の地位も不動のものにすることだろう。勝者リビ、ハイリア。そんな会話を続けていれば試合がテンポよく消化されていく。ガイアスたちの後にも試合が行われたが無事に終了。その次に行われたオリビエの試合は彼女の動きについてこれずにあっという間に終了することになる。勝った。おめでとうございますリビさん。見事な一撃だったよ。対戦相手を下したリビは V サインをしながらガイアスたちと合流。表情はあまり動かないオリビエ彼女だが、雰囲気から喜んでいるのが感じ取れた。彼女が生きた時代ではこのような催しは行われていなかったのかはわからないが、武神祭を楽しんでくれているようで何よりだ。私の試合、次が、鬼門。地味なか。地味な、青年。シャドーガーデン、創設者であり、シド、影脳のもう一つの姿であるシャドーが変装をして大会に出場した姿。雰囲気はあまりにも弱そう。動きも素人でありながらも本戦に出場している彼が次のオリビエの対戦相手になる。本当は次の試合でアンネロをゼフシアナスという元ベガルタ七部剣が相手なのだが、相手がいかんせん悪すぎた。ベガルタは剣の国と呼ばれるほどに剣格が揃っている国家らしいのだが、彼女はその命を捨てて修行の旅をしている武者らしい。他の者たちが話していた会話を聞いただけであるためそこまで詳しくはないが、彼女は女神の試練でも古代の戦士を呼び出して見事勝利を飾っていたとのこと。アイリスが彼女のことも褒めていたので、彼女も十分強者強者なのだろう。地味なの動きは未熟な私では完全に見切ることができません。ガイアスさん、
リヴィさんは彼をどう見るのでしょうか。強い。でも現状、それしか言えない。ガイアスさんは、オリビエが持つ地味なの評価は変わらない。純粋に強い。選手としての経験則か、彼女は地味なが持つ戦闘能力の高さを感じ取っている。ローズは真剣な彼女の表情を見て、それほどの強さなのだと改めて実感しつつガイアスにもパスを投げた。もし試合で戦うことになれば、地味なとして戦うのであればいろいろできるため問題は少ない。しかしもし彼が仮初めの姿を捨てるのであれば、文字通りの全力で挑んでいくしかないだろうな。ローズへの返答を行いつつ、ガイアスは自分のこめかみを一回指でつくのであった。これはこれはご機嫌うるわしゅうアイリス様。観戦をご一緒してもよろしいですかな。ド M、ケツハットとの。リビコとオリビエの試合が終了して会場と選手入場の準備が行われている時間、特別席で試合を観戦していたアイリスに声がかけられる。オリアナ王国の最小ド M、ケツハット卿だ。アイリスの隣に堂々と座るド M だが、彼が座っている席はシドが座っているはずの席。アイリスがそれを指摘するも、意に介さない様子でそのまま世間話へと移行してなあなあにしていた。その様子に一言申そうかと喉元まで出かかっていた言葉をなんとか飲み込むのはクレア、影の。せっかくシドと観戦できる貴重な機会をうさんくさいおっさんに邪魔されているのだ。彼女の弟に対する重さからも攻撃をかまさなかったことは奇跡に等しい。それを成したのは状況を理解する前にアイリスの口から出た人物の名前がクレアでも知っている人物の名であったことが大きいだろう。クレアは将来有望な魔剣士としてアイリスから厚遇されている立場であるが、一国の宰相に口を聞ける立場ではない。もし彼女が一言申していれば国際問題に発展する可能性もあったのである。いや、本来なら婚約者と見るべきなのですが、選手として出場しておりましてね。お噂はかねがね聞いています。それよりオリアナ国王のお加減はどうですか。残念ながら王は今日も体調が優れず欠席です。明日は必ず出場するとのことですが、ミドガル国王も明日は来られるのでしょう。同盟国としての親睦が一層深まることを楽しみにしておりますよ。ド M、ケツハット卿、この人はいつも目が笑っていない。一体裏でどんなことを考えているのやら。シャドーガーデン内ではノウキンと思われているアイリスであるが、彼女も王女としての責務を果たしている女性だ。政治的なつながりを持つことも多い彼女であるが、ド M に対する印象は良いものではない。それも全てド M の目が問題であった。人と話しているはずなのに一切の抑揚を感じさせない彼の目は、自分以外の人を人とは思っていないかのように感じさせる。まるで人形と会話しているように感じてしまい、話していて疲れてくるのだ。もっとも王国への不利益を考えているのであれば、ガイアスが対処してしまいそうな気がしますね。それはそうと、次の試合はアイリス様から見てもアンネローゼで勝ちは決まりでしょうか。ド M から振られた試合予想。本来であればアンネローゼを押す場面。いえ、私は地味な選手が勝利すると見てます。ほう。しかしアイリスは地味なが勝つと予想した。アンネローゼの実力は素晴らしいものだ。しかしそれ以上に地味なの異質さが際立って見える。予選で見せた動き、そして絶対の自信が彼の目に宿っていた。少なくとも地味な選手の目には揺るぎない勝利が見えている。相手が誰であっても勝利できると確信を持っているのは間違いなく彼の方です。王国最強から語られる勝利予想に内心困惑を感じ取りながら、ド M も試合がどんな流れを見せていくのかを見届けるのであった。地味な青年、彼の実力は見切っている。彼の強さはその圧倒的な速さ。予選でも地味なを特に気にしていたアンネローゼは地味なと対面しつつも冷静に地味なの戦闘力を分析していた。試合を含めた行動の節々から見える動きの拙なさ、それが地味なが持つ剣の技量が低いと思わせるものであるがゆえ、
事実彼は予選でも一度も対戦相手と剣を交えずに勝利して本戦に勝ち進んできている。普段の動作から考えれば自分の低い技量を予選で露呈させないために一撃で終わらせてきたのだと考えさせるのには十分だった。ならば一手を繰り出す前に潰せばいい。重りを外したことで俊敏性が上がり、速さにより磨きがかけられているとしても一瞬で間合いに入ってしまえば不意をつくことは可能。試合開始始め。かけるベガルタでも速さに自信がある剣客たちを打倒してきた経験がアンネローゼにはある。そんな相手には自由にさせてはいけない。そんなことをしてしまえば速さに翻弄されてこちらに不利な状況が作られてしまうがために、彼女が選んだ初手は全力疾走。間合いを詰めてしまえばご自慢の速さを生かさせることなく押し切れるという判断からの思い切りであった。ガキン振り下ろされた一撃は己が組み立てていた流れ通り地味なに防がれた。だがここまでは狙い通り、攻撃を防いでいることで力んでいる今は彼の動きを止めている状態だ。そこを狙う。振り下ろしからの切り上げ、横投ぎ、突き、袈裟、地味なの速度を利用させないまま押し切ることを選択したアンネローゼはためらわない。速度を殺してしまえばいずれ押し切れる。幾度と続く連撃に地味なはだんだんと体勢を崩していく。そこを逃すアンネローゼではなく、ガードが崩れたその隙めがけて歯を振り下ろす。勝った。残像だ。だがその歯は虚空を切り裂いた。残像を生み出すほどの速度をノーモーションで見せる地味な。それによって彼が持つ本来の速度が自分の想定よりもはるかに上回っていたことに驚愕を受けるアンネローゼはそのまま地味なに高く打ち上げられるとともに、振り下ろされた一撃によって地面へと叩きつけることになった。くっ、先ほどの攻撃に魔力が乗っていたら私はすでに死んでいる。彼女が立ち上がれたのは地味なの攻撃が魔力をまつわったものではなかったために、彼女の身体強化を抜けなかったためだ。アンネローゼが語るように、一連の攻撃で彼女の防御を抜けていればそれで試合が終わっていたことだろう。認めましょう、あなたは強い、理不尽なまでに。彼女が立ち上がって構えるまでの間、地味なは彼女に追撃を加えるような真似はしなかった。まるで彼女が敵ではないと言わんばかりの立ち振る舞い。剣士として屈辱を感じるべきなのだろうが、アンネローゼは彼の行動を素直に受け入れた。力も速さも全てが上回られている以上、私に残された手は。アンネローゼは動くことを止め構えた。カウンター狙いか、それしかあるまい。観客でもわかるカウンター狙い。彼女が一矢報い、そして勝利を狙える唯一の一手。客席から観戦しているド M も彼女の狙いを正確に把握していた。どんなに早くても剣で攻撃するのならば必ず接近してくる必要がある。であればそこを狙って一撃で仕留める。そこを両者睨み合う状況から瞬きの間で地味なの姿がかき消える。突風を発生させるほどの速度から繰り出される一撃を反撃で合わせなければ確実にアンネローゼの敗北で決まる。だが彼女は優れた剣士であった。周囲に余計な気を散らすことはなく、冷静に彼がどこから攻撃を加えてくるかを判断していた。地味なの狙いは背後。そうして己の背後へと渾身の力を込めた一撃を振るい放つ。取った。そう振るうとともに確信するほど完璧なタイミングで放った一撃。相手も攻撃をする瞬間であるがゆえに、ここからガードは間に合わない。地味なを狙った一撃が吸い込まれるように首元へ近づいていき、弧を描くように空を切った。嘘、アンネローゼは見誤っていた。地味なが持つ強さは速度だけではない。極めて冷静に戦況を把握する観察眼、速度の緩急を生み出す魔力制御、実力者にふさわしい戦闘技術、その全てを持つ男こそが地味なに扮したシド・カゲノウという男なのである。
あの速度で間合いも読まれた。渾身の一撃をかわされたアンネローゼは致命的な隙を地味なに見せてしまった。だがその隙が生まれた全ての原因が一撃をかわされたことに起因するのではない。ああなんて美しい剣。完璧な間合いを維持することで一方的に攻撃をいなす技術と、それを淡々と実行してみせる精神性。それに見入られてしまったためである。地味なとアンネローゼの試合結果に観客たちの動揺が隠しきれていない中、控え室で座禅を組んで映像には一別すらしていない剣士が一人。一回戦でどんな強者が勝ち上がってこようとサジであると言わんばかりに精神統一を行う姿は、これから死地に向かうと言われても納得してしまうほどの空気を醸し出していた。事実選手を呼ぶために控え室へやってきたスタッフが、彼女から発せられる剣気に軽い悲鳴を上げてしまうほどに鋭く研ぎ澄まされていた。アレクシア、ガイアス、どうしたの？時間だ。周囲の音すらも置き去りにしてでも禅の世界に入っていた彼女は、ガイアスの一言で現実へと浮上する。備え付けられた時計を一別、そしてアナウンスを聞いてようやくガイアスが自分を呼んできたことを理解したのだろう。アレクシアは、もうそんな時間なのね、と言いながら身だしなみを整えていく。普段の彼女は周囲に気を配れる優しい女性だ。だがそんな彼女が配慮を止めるほどに集中する理由は、次の試合相手であるアイリスが原因であることは明白だった。ねえガイアス、どうした？何も言わないのね。控え室から出てアレクシアと並ぶように歩くガイアスに問いかけた。俺は二人の試合前は何も言わないと決めている。ふふ、相変わらずね。そっけなく返される回答反応に少し雰囲気を柔らかくしたアレクシアは、試合が始まる直前までガイアスに話しかけることはしなかった。不機嫌になったわけではない。語らずとも彼が考えていることが分かっているために、その彼なりの不器用な気遣いが今のアレクシアにはありがたいものだったから。それでは入場をお願いします。ねえガイアス。うん。故に多くは語らない。アレクシアにも意地がある。それでも一言彼に伝えておきたかった。決勝戦で待っているわ。その背は凡人の剣と侮蔑されていたかつての彼女ではない。ガイアスと出会ってから紡いできた過去人生の集大成。強くなったな、本当によ。彼の目先にいる二人の王女、ミドガル王国の未来を担うにふさわしい堂々たる姿を見て、ガイアスはつぶやかずにはいられないのだった。28、王国最強1、アイリス、オリビエですか？これから行われる試合、本戦1日目でも最も王国内の注目を集めている一戦が行われる。アレクシア、ミドガル VS アイリス、ミドガル。ミドガル王国国民で知らぬ者は一人もいないと言っても過言ではないほどのビッグネーム。それもアイリス、ミドガルといえば若くして王国最強の魔剣士と言われるほどに知名度が高く、強い。一国の第一王女という重要な出生に加えて、自ら設立した紅の騎士団を率いる団長。生まれ持った魔力僧侶と盾の才能、それを見た者たちは彼女をテンプテンプの剣、または天才の剣として褒めたたえた。今回の武神祭でも優勝候補筆頭として名が挙げられるほどの存在。それが国民が知るアイリス、ミドガルだ。かたやアレクシア、ミドガルと聞けば王国の第二王女としての認知度はあるものの、実績という観点で見れば全くと言っていいほどに存在しない。とある剣術大会で敗北を喫して凡人の剣という別称を陰で言われていたこともある第二王女。そんな彼女が頭角を現してきたのは魔剣士学園の剣術大会であった。基礎を高めた堅実な剣である彼女は学園内でも評価は高かったものの、突出した魔力は確認されておらず、強いけど最強ではない。そんな評価を彼女に付与されていた中での学園最強を倒してそのまま優勝することで観客たちを驚愕させた。緊張してる？
当然していますよ。私にとって、いえ、私たちにとっては、この一戦は事実上の決勝戦ですから。天賦の剣と元凡人の剣、真逆の意味の剣の名を付けられた二人の王女が、これから武神祭という第一番でどちらが上なのかを競い合う。それも二人ともガイアスの教えを受けて実力を伸ばし合ってきた中だ。故にアレクシアの実力はアイリスもよく知っている。それはアイリスの相手となるアレクシアも同じこと。これまで鍛え上げてきたものすべてが公式戦となるこの一戦にかかってきている。さらに師匠たるガイアス、クエストがこの戦いを観戦するとあっては情けない戦いにすることなどできやしない。ですがその緊張をはるかに凌駕するほど、私はこの戦いを楽しみにしています。アイリスは震えていた。それは怯えから来ているものではなく、武者震いだ。アレクシア妹の努力を私は知っている。同じくアレクシア公敵師も私を知っている。これまで見せる機会など訪れることはなかった己の実力。一旦を見せたのも自分の隣にいるオリビエと女神の試練で戦った時のみ。私が持つ全てを、頭てっぺんから指先末端まで流れるもの全てをぶつけることができる相手。それが私の知るアレクシア・ミドガルです。だからこそアイリスはこの武神祭を誰よりも心待ちにしていた。この大会に出場する者たちの中で誰よりもだ。オリビエ、最後まで見ていてください、この戦いを。振り返ってオリビエに伝える。あなたが女神の試練で戦った相手はこれほどの強さを持っているのだと。王国の未来を担うにふさわしい王女なのであると。勝つのは私です。国の未来を背負う第一王女は歩き出す。自分たちの全力をぶつけ合うために。かつて誰も知らない場で行われた衝突、その時の約束を果たすために。会場は異様に静かだった。会場に誰もいないから静かなのではない。先ほどまで観客全員がこれから行われる試合に沸き立ち、勝敗を予想し、提供される品々に舌鼓した鼓を打ったりと、今まで以上にない熱気に包まれていたのだ。それどころか入場が行われる前から互いの名で大規模なコールまで行われていた。しかし両者が入場したその瞬間、会場は一斉に言葉を発することができなかった。観客側の騒ぎ方が変化した。そう表現した方が正しい。互いのコールを行うのではなく、これから行われる激闘を一瞬たりとも見逃さない、そんな熱を観客たちの目に持たせたのだ。武に精通していない観客たちでも察せるほどに高められた剣、すごいな。彼女たちは、武神と呼ばれた者は彼女たちを見て素直に褒めたたえる。二人とも頑張れ、英雄と称された者はこれから戦い合う二人に応援をかける。アレクシアさん、アイリスさん、ご武運を。学園最強であった者は祈りを捧げる。準備はいいんだな。愚問ですね、同感よ。互いに持つはこれまで持っていた剣ではない。あれはスライム、まさか彼女たちもシャドウのスライムソード。それにいち早く感づいたのはシャドウガーデンのアルファ。スライムソードは魔力を流し続けなければならない関係上、波の魔力量では維持することすらできない一品だ。それも魔力があれば良いわけではなく、緻密な魔力制御能力も求められる。シャドウガーデンでは基本装備であるものの、それは彼女たちの下地に莫大な訓練量とディアボロス細胞が適応したことによる魔力関係があるからこそ成り立っているのだ。アルファ様、あの二人強いのです。これは予想以上だな。アルファの隣に座っているデルタとゼータの二人も彼女たちの強さに気づく。特に七影の中でも戦闘センスはずば抜けているデルタも彼女たちの強さを認めるほど、というのは異形に近い。この戦いを見届けましょう。今後の王国に対する考え、その根本を改める必要がありそうだわ。
教団へ対抗する実力者が自分たちへ牙を向けないか、それを見極めるべくアルファも余計なことを考えることを止めて試合に集中するのであった。はじめえやー。武神祭に参加する者たち全員が固唾を飲んで見守る中で行われた開始の宣言。その合図と同時に両者はかけることはなかった。それどころか両者は武器を構えているものの、あくまで自然に構えたままだ。動いてはまだいない。見切り合いか。ガイアスは彼女たちの動きを見て納得する。武術の道を極めた達人は気の起こりを察知することで相手が動こうと思ったその瞬間を叩く技術だ。それが可能な達人が相対した時、相手の動きと気の起こりをどれだけ深く見切れるか。それができる者がこの拮抗に打ち勝つことができる。だがそれも長くなることはない。即座にアイリスが動いたからだ。リラックス状態から緊張への転換。その瞬発力と体内で練り上げた魔力を足に集めることで瞬きで距離を詰める。フルーは体験。アイリスの魄力から振るわれる一撃は大岩どころか大地をも割れることができるほどの力を有するほどになっている。それを最初の一手に選ぶ。体験がアレクシアの頭蓋を叩き割らんとしたその瞬間、体験がアレクシアの体をすり抜ける。アレクシアは打ち下ろしを側面に横回転で避けてかわし、その勢いを使って剣を首元へ投ぐ。しかしその横投げも同じようにアイリスをすり抜ける。攻撃、すり抜ける。反撃、すり抜ける。追撃、すり抜ける。迎撃、すり抜ける。切ればかわされ、切られればかわす。観客たちの目からは至近距離の切り合いにもかかわらず、攻撃が幽霊のようにすり抜けているように見えていることだろう。実際は攻撃が来る前に回避をすることを極限まで正確に早く行動している結果なのだが、その理論を理解できるのはこの会場にいる者たちでは4人だけだ。久々に王国に来たが、まさかここまで高められた戦いを見ることができるとは。体さばきと技量で言えばシャドウに迫るほどの実力者、武神ベアトリクス。彼女もこの戦いを理解できる数少ない一人。ここまで高めるためにどれほどの思いが費やされたのか、それは彼女もよく理解できる。これほどの戦いはずっと見ていたいほどだ。しかし均衡が崩れる。だがこれは戦い。均衡が崩れ始める。アイリスの斬撃が徐々にアレクシアを捉え始め、服を、肌を少しずつ削り始めていた。グラ。互いの切り合いと体さばきの戦いで一瞬隙が生まれた。ここ。その瞬間を見逃さなかった。ズバ。油断大敵ですわ姉様。見逃さなかったのはアレクシア、ミードガル。体験の連撃に体勢を崩すように見せたことで、アイリスはほんのわずかだけ力みを含んだ振り下ろしを行った。その力みによって発生したコンマ数秒の動作への遅れをついて、アレクシアが剣を左上へ腕笛と滑り込ませたのである。さすがですねアレクシア。技術面ではやはりあなたの方が上手ですか。謙遜だわ姉様。機会は私の方が圧倒的に多いはずなのに僅差なんですもの。アレクシアがアイリスを大きく傷つけたことで両者の至近距離での切り合いが一旦収まった。その間にアイリスは魔力を操作することで少し深く入った傷を即座に回復させるが、アレクシアも同じだった。互いに全力で挑んだ切り合いであるが、アイリスはアレクシアの技量の方が上なのだと公の場で認める。もしこれが他者に聞かれていれば大騒ぎになっていただろうが、試合中に会場内へ侵入する友柄などいない。そのため気兼ねなく答えることができる。本当に困ったものよ姉様は。追いついたと思ったらすぐに飛び越えていく。本当に挑みがいがあるわ。その言葉そっくり返しますよアレクシア。気を緩めるなんてしたらあっという間に突き放される。姉としてあなたの上に居続けたいと思うのは過小視なことではないでしょう。全くその通りね。
軽い断傷。しかし今は試合中。全力で行われた準備運動を終えた二人は再び真剣な顔を浮かべ、体内で魔力を一気に練り上げる。二人の王女彼女たちは言葉にせずとも伝わり合う。ここからは身体強化と読み合いだけで行われる剣士の試合ではない。全力で甲を削り合う魔、剣士の戦いである。満たすは豪華、語るは災害、龍炎を持って敵を撃つ。あの時のだ。観客たちがそこでアイリスが見せたものに気づく。あれこそが女神の試練、レコダイの戦士を打倒した魔力の具現化であると。練られ、凝縮され、そして解き放たれる魔力圧が試練の時とは比較にならないほどの爆炎を放つ。空を切る要領で振られた体験から炎が濁流のごとくアレクシアへと襲いかかる。舞うは嵐、語るは彩花。迫り来る豪華を前にして、アレクシアは極めて冷静。剣を眼前に天へと歯を向けて告げるはノリトと、愚風をまといて竜となす。豪華がアレクシアを飲み込む直前、彼女の周りに嵐の柱が出現した。台風の目は無風空間であるのと同じように、彼女の手が届く範囲に侵入してくるものは何もない。まるで彼女を守護する意志があるかのごとく、迫り来る豪華を天へと巻き上げることでアレクシアを莫大な熱量から守り抜いた。アレクシア、あなたは本当に変わった。嵐を従える彼女を前にして、アイリスは思う。幼少の時期に和気あいあいとしていた妹が、いつの間にかあらゆる知識を取り込まんと活動を行い、姉私が守る必要がないほどに強くなった。姉は妹を守るもの。そう思っていた私に、アレクシアは自分は守られるだけの存在ではないのだと示してみせた。同い年の少年を師と崇めて彼についていく彼女を止めるべく無謀にも挑もうとしたこともある。結局はアレクシアによって阻止されたものの、そこから私もガイアス彼との接点を持つに至った。どこから学んできたのかわからない知識を用いて成長の手助けをしてくれる彼を信じ、鍛え続けた。その結果が目の前の光景だ。敵をほふる子を炎と彩花を生み出す嵐がぶつかり合って追所滅を繰り返す。その反動で会場内の地面がめちゃくちゃなことになってしまっているが、そんなことを気にしていては目の前の好敵手に勝つことなんて不可能だ。アレクシア、あなたは強い。だからこそ私は全力のあなたに勝ちたい。はー、次のことなんて考えない。そんな余裕なんてものは彼女を前に存在しない。自分を構成するすべてをぶつけて、そして勝つ。だからここであらゆるものを動員して挑むのは当然の帰結。迷いなく全力を投じることができる決断力がアイリス・ミドガルの強みなのだ。姉様は本当にすごい人。妹として姉様が私の姉でいてくれて本当に誇らしい。炎を従える彼女を前にしてアレクシアは誇る。幼少期から大の大人を真正面から倒すほどの力を持ちながら、決しておごることなく自らを鍛え続けられる精神性に何度憧れたことか。妹である私を常に気にかけてくれる優しい姉、それは今でも変わらない。それがどれだけ恵まれたことか、今の私ならよくわかる。妹は姉に守られるもの。それが嫌だった私は、姉様を支える、支え合える存在になるべく意志を示した。そこで喧嘩に近い形になってしまい、勝つこともできなかったものの、その衝突があったからこそ姉様も今の関係を受け入れてくれた。だからこそ今、目の前で姉様が全力全開全てをぶつけてこようとしている。あれは、次、なんて考えていない出し切る覚悟。ここで勝てるのならばその他全てはサジであると言わんばかりのその判断力。慎重にことを考えるアレクシアにとって、彼女の決断力は羨ましい。だが逆に言えばアレクシアは状況を俯瞰して判断することができることにたならない。姉様は私に勝つために文字通りの全力をぶつけてくる。好敵手ライバルとして全てを使ってくる。
生半可な対策では全て一頭のもとに切り伏せられるだろう。アレクシアも全力を尽くす必要があった。だが彼女の目標はここではない。であればこそ全力でこの場で限界を超える。すー次があるから今を生き抜ける。未来を思うからこそ考える。自分の全てを使い勝ち上がって目指す。だからこそ全てをかけた上で彼女は歩みを止めることはない。どんな苦難の中でも成長すべく前に進み続けられる根気こそがアレクシア・ミドガルの強さなのだから。互いに見せた魔力の具現化。大地を焼き尽くさんと湧き立つ豪華と天をうがたんと巻き上がる工夫。観客を守るために張られている結界が鬼神で悲鳴を上げる。まだ本格的にぶつかってないというのにもかかわらずだ。あなたから見て彼女たちはどう見えますか？それを把握しつつもガイアスは隣に座る相手に語る。本来であれば相手はこのような場にいるべき存在ではない。だがこの試合はこの試合だからこそ彼は最も近くで見れるこの場所で見る権利がある。ガイアス君、私はね、国王に着任してからというもの、国のために奮起してきたつもりだ。時には厳しく立場もあって甘やかすことはできなかったが、それでも彼女たちの未来になることをしてきたと思ってる。ミドガル王国国王であるクラウス・ミドガルだからこそ試合の結末を見届けなければならない。教団が暗躍していることを知ってから独自に動いて長い時間が経った。同胞もその過程で何人も失ったし、拒絶したい要請を受けざるを得なかったこともあった。何度も甘い蜜を吸って腐る機会はあった。国民たちに気づかれないように教団と手を組んで好き勝手することも可能だった。だがクラウスは安易な道に逃げることをしなかった。本当に君と出会うまで暗く困難な道のりだった。だけどそこでも進み続けたから君とシャドーガーデン彼女たちの協力を得ることができたのだと考えている。だけどその根底にあったのは娘たちが担う未来のためだったんだ。王としてだけでなく父親としての矜持が彼を今まで立ち上がらせた。娘たちを思って行動を続けてきたからこそどんなに自分が辛い状況に陥っていても諦めることをしなかった。頬から涙がこぼれ落ちていく。試合に決着はついていない。しかしクラウスの瞳に映る娘たちのたくましい姿が彼のやってきた行動が間違っていなかったのだとそう理解させてくれたのだ。うまく言葉が出てこないが、アイリス、そしてアレクシア、本当に立派になったな。未来を作っていく娘たちの成長は早いもの。これまで背負っていた重責が軽くなるような感覚に陥りながら、クラウスはぼやける視界で彼女たちの試合を見届けるのであった。二次創作、王女を実力者に変えたくて、次回は第15話、29、王国最強2、30、王国最強3、高評価、チャンネル登録、お願いします。